ユダヤ人問題に寄せては、カール・マルクスが1843年に執筆し、翌年、独仏年始に発表した論文。後年の唯物士官を形成する上で一つの活気となったものの、総行自体は現存していない。マルクス・ブルーノバウア本論文は二部構成で、ユダヤ人がプロイセンで政治的解放を成し遂げようとする試みに関する、 青年ヘーゲル派のブルーのバウアーによる研究を批判したものである。バウアーは政治的解放が宗教にいかなる隙をも与えない、世俗国家でのみ可能となる以上、ユダヤ人は気境によってでしか政治的解放を成し遂げられないと述べている。バウアーによると、こうした宗教上の要求が人間の権利と矛盾するため、真の政治的解放とは宗教の廃絶にあるという。 しかしマルクスは世俗国家で宗教がもはや卓越した役割を果たしていないというバウアーの過程に誤りがあることをプロイセンと異なり国境が存在しないアメリカでも宗教が浸透している例を示して反論した。マルクスの分析では世俗国家が宗教と対立することなくむしろ前提条件とする点に重点が置かれている。市民から宗教ないしは 私的所有を剥奪することが宗教なり私的所有の廃止を意味するものではなく、それらからの分離に道を開くものに過ぎないというわけである。また、宗教的自由に対する疑問を離れて、バウアーの政治的解放へと関心を移したことも特色と言える。マルクスは個人が世俗国家において精神的にも政治的にも自由となり得る一方で、 未だ経済的不平等により物質的な限界に直面していると結論付け、これが高年資本主義批判の基礎を築くこととなる。マルクスから見ると、ブルーノは政治的解放と人間的解放とを混同しており、上記の通り現代国家で政治的解放がなされるにしてもユダヤ人に帰郷を求めることはない。というのも、前期人間的解放が成就した赤月には、 宗教が消滅するであろうが、それは現在の世界秩序の範囲内において不可能だからである。本論文の第二部では、バウアーによるユダヤ教の神学的分析とキリスト教との関係を批判している。バウアーはユダヤ教がキリスト教の発展段階において原始的なものに止まっている以上、ユダヤ人が帰教することは極めて困難と述べているが、マルクスはこれに対し、 ユダヤ人の経済生活が精神面に反映されたものに過ぎず、ユダヤ教とは何ら無関係であるとした。それゆえ、バウアーが述べたようにユダヤ教は、社会から抹殺する必要がないばかりか、その一部でさえある。マルクスは、実際的ユダヤ教と、専業党比喩的に同一視しながら、クリスチャンがユダヤ人となり、ついには人類全体を、 実際的ユダヤ教から解放する必要があると結論付けた。1844年2月、マルクスとアルノルトルーゲが独仏年始に発表すると、バウアーは同年、マルクスらに対する反批判を盛り込んだ、アルゲマイネリテラトゥール・ツァイトゥングをベルリンにて観光する。その後、1845年には、フリードリヒ・エンゲルスとマルクスが、 青年ヘーゲル派を批判するべく、性家族を出版し、論争は、泥試合の様相を呈することとなる。マルクスは、本書の各書で、バウアーのユダヤ人問題及び政治的、人間的解放に関して、意見をことにすることを再三にわたり表明している。歴史家のトライチュ家は1879年の著書の中で、ユダヤ系移民をドイツの脅威とみなした上で、 ユダヤ人に対するドイツ文化への同化を説いた。この論説は1881年6月から7月にかけてユダヤ人問題第2部が再反されるとベルンシュタインが編集長を務める新聞社会民主主義史上で論争を巻き起こした。ユダヤ人問題に寄せて事態は1890年10月、当時ビルヘルム・リープクネヒトが編集していた。 ベルリナーフォルクスブラッドに再掲載されたほか、1926年には H.J. ステニングが英訳版を出した。ありがとうございます。